一の試乗会が始まりましたね。ちょっと前半は結構緊張してね、喋りに集中できなかった感はありましたけども、でね、いきなり乗ってるのはね、デュカティのディアベルっていう、これまたなんていうジャンルになるのかよくわかんないですね。バケボンみたいなバイクなんですけど乗ってますよ。音がすげえな、音がすげえし、振動もこれなかなかね、ズドンズドンってくる感じですね。でも面白いですね。これね、後輪がめちゃくちゃ太いんですよ、このバイク。だからちょっと曲がりづらいのかなっていう印象があったんですけど、全然いい。これもあの GS アドベンチャーとかトライアンフのタイガーみたいな同系統のね、曲がりやすいと思ってますね。これなかなかいいな。あの見かけによらずっていう感は結構あるかもしれないですね。うわぶっ飛ぶ。面白いね、やっぱね、直進安定性能も、あとカーブ、コーナリング時のね、安定性能もしっかりあるバイクはね、どれ乗ってても面白い。ただとりわけ大型だと、ホーネットみたいに軽いバイクだとまだ我慢できますけど、大型の場合はね、コーナーの安定性がないとちょっとね、怖くて乗れないっていうのがあるよね。こけそうだし、あんまり低速でブンブンやってるとエンストこけそうっていうのもあるから、だからこの曲げやすいバイクがやっぱりいいね、俺はね。スタイリング云々っていうのもありますけど、そういう意味だとさっきの、R1200GS アドベンチャーは、なんかさっきふざけて3人でランキングつけたりとかしてましたけども、圧倒的にね1位ですね。乗りやすさ1位、あれだったら本当地の果てまででも乗っていけそうな感じがありますね。でこのディアベルなんですけどね、これ何なの、これツアラ、ツアラなのかな、スポーツネイキッドなんかもう全然わかんないですけど、とにかくクソでかいです。クソでかいけど見かけによらずね、かなりね乗りやすいですね。いいね、このバイクはいいね。昼市から乗りにくいなとちょっとテンション上がっちゃいますけどね、これはいい。音はかなりね、でかいから、元ブログとかやる場合も、もう変わんねえけど、こんなバイク。仮にやる場合はね、相当テンション上げて、でかい声でいかないと、聞こえないね。多分こういうコースとかをさ、何回も同じところ走ると、自分の癖が出てくると思うんですけど、どうも僕はね、ここの最終コーナー、最後から3個目ぐらいのコーナーの、ここがね、なんか苦手だね。ここ怖いな。終わっちゃった。昼一の走行が終わっちゃった。なんか牧田さんはハーレー乗るのがめっちゃ嫌らしくて、1ミリも興味ないみたいなこと言ってたから、俺が乗って代わりにレビューしよう。よいしょ、 GS 乗ったでしょ、タイガーも乗った、ディアベルも乗った、でかい方のアドベン乗って、スポーツ1000はまだ乗ってないけど、 R1200 はよくわかんないけどどうなんだろうね。ハイパーモタード1100は乗った、素晴らしい。 HS821 ってのはまだだね。スピードトリプルは675の方乗ってないけど、めっちゃ並んでるから、いや、しゃあねえ。この不人気なハーレーコーナーで我慢してやるか。正直ハーレー全然わかんねえんだよな。 XL883 もういっか。かっこいいですよね、色合いが良いですね。初ハーレーって言います。おお、ついにハーレー童貞脱出。思ったよりもね、全然ね、ハーレーのイメージと違う乗り味ですね。スポーティーというか、エンジン始動時に有名なキュンボカーンっていう感じはなかったんですけど、これはこれで面白いかもしれない。へえ、振動はやっぱりかなりありますけど、こんな感じなんだハーレーっていう。ただね、これ欠点はね、あまりにもちょっと暑すぎてね、とてもじゃないけど乗ってらんないかもしれないな、長時間は。これでどこどこやるって感じは面白い。面白いけど、やばい、もうね、左足がもう熱くて乗ってらんない。めっちゃくちゃ熱い。クールエンジンだからなのかな。これはね、左足がね、焼け死ぬね。三速。ハーレーはこの振動多分楽しいものなんだろうけど、振動にブルブル押されてる感じがありますね。ステップに足を置いてるだけでめちゃくちゃ振動が、つま先がもうブルーってなってるのが分かりますね。
面白いんだけどね、面白いんだけどメインバイクって感じじゃしないね。あと俺の運転が下手すぎて先導車が1台追加されたよ。上手い人の前走ってると楽ですね。同じラインで話してればいいから。難しかったな、こいつの運転難しい。なんか先導車はお前の前に。あ、はい、俺が遅すぎて何かありました。いや、なんもう俺が遅すぎて先導車が加わるというテラニキ。よし、ではライディングウィズトムの BMW S1000WR ですよ。はい、あ、やべ、準備してなかった。よし、うわーすごい、うわこれはすごいね、本当にバケモンに乗ってる感じがあるね。ライディングウィズトム絶対動画の最初にオーバージャンス言ってるよね。 BMW S1000WR、 こんなバケモンバイクでライディングウィズトムはマックのドライブスルーに行ってハッピーセットなんか買ってたんですよ。面白すぎんだろ。うわ熱い、左足超熱い。曲がりやすい、前傾姿勢ってこんなに曲がりやすいの。 Holy fuck、 やっぱね前傾姿勢、あの腰がちょっときついけど俺はね、超ロングツーリングなんかこれではなかなか いけないけど、すげえ、マジかよ S1000WR。 100キロとか余裕で行っちゃうね、こんなんだねもうごめんなさい、こんな下手くそがね、こんないいバイク乗ってごめんなさいとしか言いようがない。でももっとガンガン攻めてもう全然いいんだろうけど、怖いってのが先行しちゃうよね、下手くそだとね。絶対バイクはそんなことねえんだろうけどね。 ABS もガンガン働いてるような感じあるよね。すげえな、おーすげえ、今なんかちょっと怖かった。なんかね足元が熱かったのとかね、だんだん忘れてきた。面白いな、こういうのをこうコーナーとかめちゃくちゃ攻めまくって限界に近い力を引き出すやつとかね、乗ったら面白いんだろうな。俺はこう乗りやすさ重視のバイクで全然いいわ。性能とね実力が見合ってなさすぎる。よいしょ一瞬で100キロバーンって出ちゃいます。わなんか体が揺れてるマクタさんの CBL 初めての時もすごかったですけど全然すごいっすね。行きました。楽しい。もう一回乗ってもいいんですか。あ、いいです。あ、いいですか。はい、うわーべ、吸い付いてる吸い付いてる。わ、てか前の人の曲がり方かっこよくね。俺にとってはね操ってる感だ、まさに。わあ惜しいな、このシートの変な形状出っ張ってるとこさえなければね。